はい、ということで、まあ、今回も、まあ、毎週月曜日恒例の新キャラ評価、新しいガチャガチャが来てるんでやっていくんですけども、こちらですよね。FC バイエルミュンフェンということで、まあ、これはね、もう俺はね、見たらすぐ分かった。うん。雑魚すぎません？これ。雑魚すぎるんでも絶対引かない方がいいっていうのは分かりますね。なんでそんなことを知ってるかって？カイトをフォローしてるから。いや、当たり前ですよね、そんなこと。右から順に足遅い適正がゴミ、ターミネーター。クラウディオ・ピサーロに関してなんですけども、こいつはなんと言っても、ここですよね。うん。足、遅い！数字赤いやん、もう。数字赤い地点でも足激遅なんで、これはもういらないですよね。足遅いからパス上手いんかと思ったらそうでもないし、足元もない。空中戦も大して高くない。うん。これはね、ドログバでいいね。うん。これガチでいらない。ウリ・ヘーネスに関してなんですけども、まあ、こいつなんと言っても、ここですよね。適正がこれ少なすぎ、これフリット見習えよお前。まあ、足速いし軽そうだから普通に能力はいいんだけど、やっぱ適性がもったいないよな。右サイドハーフはできてほしかった。この右サイドミッドフィールダーのやつそろそろ出してくれよ。足速くてパスできるやつ。こいつもし右サイドハーフできたとしても、いや、パス低いからどっちみち使わなかったかな。まあ、スキル悪くないけど、まあ、適性が残念だよねこれ。うん、いらない。で、カールハイツルンメニギに関しては、なんと言ってもここですよね。うん、ターミネーターやんこれ。目が暗すぎてサングラスかけてるように見えるんですよ。ウイル時代の時から同じ画像なんですけども、サングラスかけてるようにしか見えん。これはね、いらないよね。まあ、冗談はさておき、ルンメニゲに関しては昔から強いんだけど、まあ、なんといってもここですよね。怪我耐性低い。ターミネーターのくせに怪我耐性低い。これ怪我耐性低かったら銃で撃たれたら死にますよね。まあ、ルンメニゲといえばゴール前のダブルタッチからのミドルが昔からキモいんですけど、ちょっとうざかったらガンガンもうヒートタックル、またはキラースライド、またはジャッジスルーで削っていけば怪我退場させて数的有利作れるんで、まあ全然問題ないっすね。てか今作イエローカードの累積の概念もないし、フリーキックも難しいから、あんまりラフプレイのそのリスクないんだよね。まあ、ルンメニガに関しては、あとなんと言ってもここですよね。うん。数字赤いこれ。グランドパスできない。足元なさすぎるこれ。うん、まあいらないよねこれ。はい、ということで、まあ総評してこのガチャは引かなくていいですよね、普通に。なんでこんなことしてるかって。いや、カイトフォロー。さあ、マッチングしていったんで、アイテムを使って見ていくんですけども、これはターミネーターいないパターンですね。その代わり、ジルーさんワンツーしましょうがいますね、これ。ジルーもいますね、これ。ワンチャンこれワンツーされるんじゃないかな。いや、でも、多分、こいつらやったら勝てる。普通に。ワントップチビやし。伊藤純也、ラファ、いや、ラファシウバ入れとこう、これ。ラファシウバと、フィーゴ入れ替えましの、ベルゴミとアウダイール入れて、アウダイールをヘッダーに設定。セッティングしましいの。で、セッティングしたら、伊藤純也は後半からでいいやね。ジルーも後半でいいや。おい、よいしょ。よろしくお願いします。一応私、一応レート上げも兼ねてやってます。もうちょっとで終わるんで、今シーズンが。終わってしまって、また私、ディビジョン1に行けてないんで、まだ。これ、ワンチャン抜けたんだね、これ。飽きたわ。あばよ。開幕ゲー楽しいな。楽しいな、開幕ゲー。バカの一つ覚えみたいに、お前らがやってるから俺もこうやってね、やり返すのよ。うん。でも話は変わるんですけども、伊藤純也、これサッカーファンへの、朗報で、伊藤純也がやっぱ白っぽいっすね、どうやら。続報を見て思ったんですけど。やっぱ伊藤純也やってないんやって。俺伊藤純也いい二人めっちゃ使いまくってるからさ、根腕下がってほしくないからできればさ、なんかやってほしくなかったけど、やっぱやってなかったね。はい、2点目。はい、入らんかった。ま、やっぱなんかその、松本人志の件もそうやけどな、その、周りの人からの信頼大事やな。いや、この人やったらやってないやろ、みたいな。そういうのめっちゃ大事やな。なんかよくわからん人やったら、あ、こいつやってそうやな、みたいな感じで思われるんで、やっぱ普段からのその信頼みたいなんて本当に大事ですよね。そこ、メッシがサイド開きの、ラファシーバこれ、クロス入るでこれ。ドログバがティングで合わせていきたい。いや、無理か。いや、これな。これ崩せるんちゃうこれ。入った。いや、お前さ、邪魔なんや、お前。俺のシュートの経路上にも入ってくんな、ガチで。運ゲーがよ。で、これ縦に入れ。お前さ、引っ掛けんなって、バカ野郎が、お前、まずいちいち。バカ野郎が開く、これ、あえてちょんって蹴って。お前さ、その意味がわからんパス出すなよ、これら。もう意味わからん、そのパスミスガチで、おもんな。絶対落ちようや、このゲーム。しょうもな。運営の気分によって勝敗が操作される。PS 全く関係なし。弱い野郎がパス、お前、マジで。うわぁ、叩きつけすぎ、コスタ狂ったヘディング、お前、マジで。来た。来たんちゃう、これ。いや、もうだからそのさ、上じゃないって。もう足伸ばしてきたわ、キモ、ベリンガム、今の足伸ばし。俺のキャラ絶対足伸ばさんのに、はい、運営のこれ操作入ってるよ、これ。完全に入ってます、これ。やべ。なんかクソなんだって、そういうところが。思んねや。
やべ。アップな、今電源切れかけた。アップなガチで。あれ、フォーディンさ、上がり遅くないガチで。バカゲーがよ、ほんま。キャラゲーが。はい、来た。おい、オッケー。うますぎ。ドログバワンツーしましょうやん、これ。さあ、後半、2対1で私のリードで、やっていくんですけど、何それガチで。あい、舐めすぎお前それ。ビエリング舐めすぎお前。で、サイドチェンジ、これ早いよ、これ、クロスまでが。クロスまでが早いよ、俺。大丈夫かそんなんで。いや、惜しい、今。ワンチャン入ってたな、今、枠。いや、邪魔くせえな、てめえら、マジ、うじゃ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 、まとわりつきやがって、ああ！で、落として、もう、ためすぎ、お前、時間。ためる時間、お前、オーディンソードぐらい長いで、ほんまに。やってるな。絶対、やると思った、今！やべ。ちょっと、録画止まった、やべ。これさ、早めにさ、入れていい？これ、クロス。お前さ、オフサイド見てる？それ、ちゃんと。オフサイド見て、それ！なあ。ルール知っとんか、お前。ジル、中。いや、お前さ、ジル、中やってガチで。なんでこっちに走り込んできた、お前。流れてくんなよ。いや、大丈夫。いや、入る。くちゃがそこさ、こぼれで申し込むやつ誰もいねえんだって、だから。ずっと。もうクソだな、これガチで。オフサイド。オフサイドやろ、今の！バカがや、クソが、ほんま。しょうもね。好きね、ガチで。いや、ナイスキーパー。ねえ、結局逆転されんやろ、それ！いつも。いつもやんけ、お前。俺、何点取ってもそれ逆転される運命なんやって、俺が。ガチ邪魔なんだけど。で、こぼれ球全部拾えんのやろ、そうやって。死ね、ガチで。もうなんでフェドリさ、お前足伸ばしたのに取れんの、マジで。なんなんそれ、もう。オッケーオッケー。ワンチャンある。ワンチャン、ワンチャンものにしろガチで。ああ、おもんなんじゃやれ！